神戸ハーバーランド、高浜旅客ターミナル、高浜旅客ターミナルは、兵庫県神戸市の神戸港、高浜岸壁にある、客船ターミナルの名称である。ハーバーランド海へモザイクの東側ウォーターフロントの岸壁で、岸壁延長279メートル、3つのバースを備えている。ミュージックレストラン線、コンチェルトの発着場であり、また大規模な商業エリア内に位置しているため、 多くの人が集いにぎわいを見せる。ターミナル前景夜景、接岸する、コンチェルと接岸する、コンチェルと南端の旧神戸港新郎所、明治時代より、神戸旧居留地南のメリケンハトバ等とともに、神戸港の主要なハトバの一つであった。1886年以降は臨地に、皇室の御用邸が存在したが可視され、その後拡張、整備が繰り返されて、現在に至る。 現在は新都心として開発された神戸ハーバーランドの東側に位置し、海を挟んで中都低やメリケンパークを正面に見渡す眺めの良い場所となっている。神戸市が1.8億円をかけて車をフェリーに積み込む稼働橋を整備して淡路フェリーボートに貸し出し、1991年2月から淡路島大磯港との間を結んで、 午前0から5時の午後往復を運行して、スマホを発着と合わせて1993年には332万人の利用があった。1995年の阪神・淡路大震災発生直後に、神戸市内で唯一使用できた鳩場で、当時この岸壁から発着する大阪方面への臨時便の船舶が、陸上も含めて市内から大阪方面への唯一の公共の交通手段となり、 交通拠点として機能した。しかし、震災の影響で、淡路フェリーボートの利用者が大きく減少し、1997年に270万人まで盛り返したものの、1998年4月に、明石海峡大橋が開通したことに伴い、淡路フェリーボートの航路が全廃されて車をフェリーに積み込む稼働橋は、わずか7年間の利用に終わった。 2005年初頭に阪神・淡路大震災10周年に際して水深を深くする工事が行われて同年5月に竣工。神戸港にある客船ターミナルの中で最も水深が浅く工事前までは3000トン以上の船舶の接岸が困難であった東岸壁はこの工事により大型船の接岸が可能になった。淡路フェリーボートの航路全体後も神戸市は 航路復活の可能性を考慮して、稼働橋を残してきたが、明石海峡大橋の通行量が値下がりしたままとなって、航路復活の可能性が不消滅したため、神戸市は2012年度中に完全撤去して、跡地をイベント広場として活用する方針を固めた。ありがとうございます。